こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はロンドンでね、えー、ハリー・ポッターの、まあ、キングスクロス駅、まあ、撮影場所になった、まあ、有名なね、えー、9と4分の3のホーム。まあ、ここに行ってきてね、えー、いろいろと、まあ、面白いというか、ありがちな体験をしたいので、えー、それをシェアします。ねまあ、本当の情報はね、えー、あんまり知ってる人がいないという話です。 まず、まあ、せっかくなんでね、えー、ハリー・ポッターの、まあ、撮影場所を見てみようと思ってね、えー、キンさんに聞いてみました。このシーンですね。このシーンの後、この壁に、まあ、入っていくわけなんですけど、まあ、このシーンの場所、まあ、事前にインターネットで調べてね、えー、実際には9番線と10番線の間はこういう風に隣り合ってないと、ね。実際の撮影は4番線と5番線の間でやったと。 いう情報は分かってたんで、まあ、現地に行けばね、まあ、駅に聞けば分かるのかな、というふうに思って行ってみました。まあ、ところがね、ねこの観光地と貸してるお土産屋の横のね、このカートがめり込んでいるように見えるところ、ここはもうすごい行列になってて大人気ね。ねただこれは観光用に作った場所で実際の撮影場所じゃないというのは調べて分かったんでね、まあ、並んでこれ、 撮らんだろうと。ね。まあ、えー、ハリー・ポッターどうのこうのじゃなくてね、えー、ロンドン観光でどうのこうのと、ね、写真撮りたいっていうならありなんでしょうけど、まあ私としてはせっかく行くんでね、まあ、本当の撮影場所を見てみたいと思っていきました。で、このね、ここ隣が4番線、これ5番線。で、ここのどこかなんですけど、えー、結果的にね、現地に行って分かんなくて全部写真撮ってきて、帰ってきてからね、この先ほどの 映画のシーンと照らし合わせて、やっぱり思った通りね、えー、駅の入り口と反対側に近いところで撮ったんだろうなと思ったら、まあ、その通りなんで、この辺かなと思った場所があってました。ね。まあ、誰もいないですね、でもね。ハリー・ポッターファンらし人は誰もいませんでしたで。この場所でね、ここが映画の撮影場所なんだけど、どの壁かわかるかということでね、えー、3人の駅員に聞きましたけど、誰も、 違うと、お前間違ってると。でねえー、映画の撮影場所はね、えー、そこを出て右に行ったとこだって言って、さっきの観光地と化した場所を言ってると。いや、違う違う俺はそこに行ってきて、そこは観光用に作った場所でね、えー、この4番線と5番線の間で撮影したはずなんだけど、それがどこの場所かわかるかと聞いてもね、お前は何を言ってるんだという感じでね、えー、3人とも誰も知りませんでした。 その調子でね、駅員全部とかね、店員に聞いてもよかったんでしょうけど、まあ、ほぼ同じ答えがね、返ってくるというのがよく分かったんで、その様子でね。えー、まあ、まあいいかと、ね、写真だけ撮ってきまして、おそらくこの壁が撮影した壁だという壁です。それからね、キングスクロス駅、キングスクロス駅で9と4番、4分の3番線ホームを撮ってるんですけど、 実際の外観はね、これ、隣の、えー、セント・パンクラス駅を使ってます。この方がね、もうもっともらしくてかっこいいですよね。キングスクロス駅って、なんか、あんまパッとしない外観なんでね。で、これもね、えー、まあ、映画、映画ファンは知ってる。まあ、映画何回も見たらそれは気づきますけどね。じゃなくて、ただ単にロンドン来たからハリー・ポッターに行こうとかね、えー、そういう人の案内をしてる駅員とか、 あるいは、えー、ロンドン観光の情報サイトとかでは、間違えた情報を載せているところが多いです。ね、本当の、本当の情報をね、あんまり知っている人が少なくて、えー、間違った情報をね、えー、知っている人とか、えー、宣伝している人のが多いというのがね、えー、よくあるケースで、これはね、えー、ハリー・ポッターの正しい撮影場所をね、えー、現地でも誰も知らない。まあ、こういった似たケースは副業ノウハウでもよく見かけます。 ま実際、まあ、本当に稼げる情報は軽視されがちと。ねえー、目立つとか、受けの良い,い情報が、えー、目立つ形になってます。無一文でもワンクリックで人生逆転できるノウハウとかね。まだ誰も知らない。参加するだけで雪崩のような収入が約束される秘匿性の高いノウハウ。まあ、これらの普通の判断力があればね、馬鹿げた話にも欲に目が眩むと信じるものなんでしょう。 それに比べてアマゾン輸出は儲かる商品を見つけて販売し続けるノウハウ。なんか地味でめんどくさい感じですね。えー、でもお金がなくてはできない、地味でめんどくさい感じがする普通のことだからやれば稼げるわけです。そして正しいやり方をすればどうでも稼げます。アマゾン輸出で正しく効率よく稼ぐ本物の方法にこだわってサポートしています。まもなくアマゾンはがオーストラリアで物販を開始します。 日本に住んでるあなたは、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。メールアレリスト、お名前を入力して登録するボタンをクリックしてください。メールセミナーは無料です。これね、正しい情報を発信してます。まあね、えー、受けのいい情報とかね、えー、目立つ情報と比べるとね、ね、えー、地味ですけど。まあせっかくここにたどり着いていただいたという方は、 本物の情報をやっぱり探してらっしゃると。あなたは探してらっしゃると。で、Amazon、オーストラリアで物販開始。これはね、えー、調べてもらうと分かりますけど、すごいチャンスです。でそのすごいチャンスをね、どうやって、えー、物にするか。そのノウハウをね、えー、無料で公開してますんで、まあ、このメールセミナー登録してチェックしてみてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。